皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。先日ですね、部分的に分解するところまで行ったこのパナソニックの CD ラジカセ RX-FD65 なんですけれども、まあですね、CD は一応再生できるようにはなったんですけれども、もう一つ重大な、まあね、ちょっとトラブルが起きているところがあったわけで、このスピーカーエッジですよね。はい、スピーカーのエッジのところがこうウレタンでできてるんですけれども、ウレタンのエッジっていうのはまあ10年から15年くらいで、もう完全にこうコロコロのパサパサのカサカサになっちゃって、崩れちゃうんですね。なので、まあ一番いいのは当然このスピーカーのサイズに合っているエッジを、まあ、メーカーさんとか、あるいはそういった汎用のものを作っているところに注文して買うのが一番いいんでしょうけれども、まあ、今回はですね、まあ、自分のテクニックの向上も兼ねて、このスピーカーエッジをですね、自作していきたいと思っています。で、この一応材料はもう買ってあるんですけれども、まあ、このスピーカーのエッジですね、これはウレタンでできてるんですけれども、新たに作るものはですね、シリコン、これを使って、ちょっとスピーカーのエッジを修理していきたいなと思います。はい、スピーカーエッジの現在の状態なんですけど、まあ、ラジカセに向かってこの左側のスピーカーなんかはもうね、セロハンテープですよね。これね、このコーンとこのスピーカーのこの外側のところをこのセロハンテープで貼って、これは応急処置をしたつもりなんでしょうけど、これはねコーンも傷めちゃう可能性がありますからね、これは全然応急処置にはなりませんよね。まあ確かにこうスピーカーこういう感じで入れるようにはなりますけど、多分低音出しちゃうとね、すごいビビリ音がすると思います、これは。はい、で向かって右側のスピーカーはもう完全にエッジが取れちゃってボロボロになっちゃってますね。はい、これはもう本当にねちょりちょりになってます。はい、触ればもうポロポロ崩れちゃうくらいの感じになってますね。なので、まあ新たにエッジを作るにしても、このこびりついてるこのウレタンのカスが邪魔になるんで、まずはこの残ってるウレタンをこう全部取っちゃいます。はい、そこからまず始めていきたいと思います。はい、スピーカーなんですけど、今現在の状態だとこうハンダ付けされてるので、このケーブルですね、これをまあ右と左それぞれ外していきたいと思います。はい、じゃあとにかくですね、コーンに痛みを与えないように、周りのウレタンのカスを取り除いていきます。まあ、一応カッカッターを使うんですけど、まあこのコーンのそばのところはね、あんまり力入れないようにして使っていきたいと思います。はい、というわけで、スピーカーのエッジに残ってたウレタンのクズは全部取り除きました。これでですね、新たなエッジの製作の方の作業に移りたいと思います。はい、というわけで今後どういう作業をしていくのかと言いますと、まあここのところをね、まあ、エッジを新たに作るわけですけれども、そのエッジっていうのはこのスピーカーの表面に向かってこう盛り上がっているわけですけれども、その形を再現するためにこちらの材料を使います。はい、こちらバックアップ材というふうになってますけれども、バックアップ材マルト、はい、
直径が10ミリの円形で、それがこういう、まあ、紐状になっているものなんですけれども、材質はポリエチレンですね。はい、じゃあこのバックアップ材をどう使うのかということなんですけれども、バックアップ材はこのようにですね、はい、丸い形をしています。それがこう紐状になっているものなんですけれども、まあポリエチレンなんで、まあ、非常にこう柔らかく形はどういうふうにでも変わります。でこれをこのスピーカーのエッジのところにですね、まあこういう感じで使うわけですけども、まあここに直接こう入れるわけではないんですけど、まずこの円形をしているこのバックアップ材をまず2つに割ります。まあ真ん中からこうまっすぐこうねスパーッとこう割る感じにするわけなんですけれども、要は盛り上がってるのはこちら側だけなんで、下側は平らでいいわけです。まずはこちらのスピーカーのコーンのエッジとこちらのフレームの内側の縁の中心からの距離を測ります。でバックアップ材を使うにあたってはこのスピーカーのエッジにもこちらのフレームのエッジにも当たらないちょうど中間、ここに、両側に隙間を持って入るような形にしなきゃいけないので、まずはサイズを測っていきます。まず中心からスピーカーコーンのエッジまでがだいたい40ミリなんで、まあ、そこから隙間を空けて、まあ、41ミリくらいですね。なのでまず直径82ミリの円を描きます。今度はスピーカーのフレーム側のこちらの縁ですね、こちらの縁までの中心からの距離を測ります。だいたい55ミリなんですけれども、そこから引いて、まあ、54ミリということは直径108ミリの円を描きます。はい、というわけでちょっとうっすら見えてますかね。この一応中が直径82ミリ、外側が直径108ミリの、まあ、一応毛書き線ですけど、この外側と内側の円のところに先ほどのバックアップ材を半分に切って、こう円になるようにここに貼り付けます。じゃあこちらのバックアップ材ですね、まあ、大げさの長さに切ってあるんで、まあ、とりあえずはまあ半分に割ってサイズはまあ微調整する感じでやっていきたいと思います。というわけで同じものを2つ作りました。一応乾いたとは思うんですけどね、はい、でこのあと何をするかと言いますと、こちら、はい、この2つの輪っかの上にですね、こちら綿 100% の T シャツなんですけど、綿の布をこの上にこう貼ります、はい、それをまあスピーカーのエッジのこう元材にするわけですね、はい、じゃあこの T シャツには、まあ、スピーカー修理のためにちょっと犠牲になってもらうことになりますが、布を貼るときは決して引っ張ったりしないように、あくまで自然な状態で貼り付けるということですね。といったわけで2つ分できましたね。でこの後何をするかと言いますと、新しいエッジになるシリコンをここの上に塗っていく作業になるんですけれども、その時に使うのはですね、はい、こちらシリコンシーラントですね。まあ、本来は壁の目地を埋めたりするのに使う建築用の材料なんですけれども、まあ、これを使ってねスピーカーのエッジの修復もできるということなんで、やっていきたいと思います。でちなみにこの色はですねブラックです。まあ、元のエッジの色に合わせた色にしようと思ってもブラックを選んだんですけど、まあここに塗る材料は、まあ、シリコンとか、あとは液体ゴムなんかも使えます。で、液体ゴムの方がね、まあ、色を選べたりするんですけど、まあ、今回はね、
純正に忠実な、まあ、黒いエッジを作ろうと思ってシリコンシーラントの黒を選びました。では、まあ、シリコンシーラントを使うんですけれども、まあ、ちょっと原液では濃すぎるので、こちらのラッカー薄め液で、若干薄めていきたいと思います。じゃあシリコン塗っていきます。でこの丸く盛り上がったとこよりも広めに塗っていきます。まあエッジの部分と、まあ、のりしろの部分を考えて、まあ、広めに塗って、まあ後でサイズは調節しますけども広めに塗っていきます。はい、というわけでシリコンの塗り付けが終わりました。で、まあ出来としてはですね、あんまりちょっと良くないかなって思うんで、まあこれ一応試作として作ったことにしようかなと思います。っていうのはこの T シャツの布ですね、これをこの円形のところに接着剤、まあ接着剤っていうかスティックのりですね、スティックのりでこうくっつけたわけですけれど、この内側がちょっと剥がれてきちゃってるんですね。まあ要はこうかまぼこ型のこの芯材のところにこう指でこうグーッと押し付けて、まあほぼ直角にこう貼り付いてるようにしてはいたんですけど、ちょっとやっぱスティックのりの塗り方が甘かったのか、このシリコン塗ってるうちにその直角にこうなってる布のところが徐々にこう浮き上がってきちゃって、ちょっとこう直角というよりこうなだらかな稜線みたいな感じになっちゃってるんで、これ実際にスピーカーにつけようと思ってもなんかはまんないんじゃないかなっていう感じなんですよね。なのでやるときはもう一回作り直しかもしれないんですけど、まあ、とりあえず試作品、右と左分のやつを作ったんで、これを24時間乾燥させて、出来上がりをちょっと見てみたいと思います。はい、24時間くらい経ったやつがこれなんですけど、やっぱりなんじゃこりゃって感じですね。まあ出来が非常によろしくない状態で、この元材からこれ、布ごとはこう剥がした状態なんですけど、やっぱもうちょっとシリコンは厚く塗らないとダメだし、あとはもっと均一に塗らなく塗らなきゃいけないし、まあ当初の心配通りやっぱエッジが塗ってる間に布がこう下から剥がれちゃって、この丸くなってる輪っかがそのスピーカーのコーンとフレームの間にちょっと収まりきんない感じになっちゃってるので、これはやっぱりもう一回作り直しになりますね。はい、なので、次の動画でまたエッジを作り直したとこから始められるようにしたいと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。